守備でいいプレーするイメージ、三振取るイメージで、最後みんなで笑顔で、勝ってる姿を一回ちょっと目で見せて、一人一人イメージしました。はい、それでは NEC プラットフォームズの角野キャプテンのインタビューを始めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、まずは本日の、さよなら勝ちおめでとうございます。はい、ありがとうございます。見事でしたね、最後周回。はい、いやこの試合本当どうなるか分からなくって、まあ、今日みなもさんとはもう今年すでに2戦目ということですけど、まずどんな気持ちで今日試合に入りましたか？はい、先週、2連敗したので、今節は、やっぱホームゲームということで、たくさんの方が応援に来てくれていると思うので、勝利をプレゼントしたいと思って、この試合絶対勝ちたいという強い気持ちで入りました。まあ、それで、序盤、まあ、大垣みなも先制されましたけれども、まあ、その時はチームの中ではどんな話をされたんでしょうか？初回に1点取られたんですけど、まだ、6イニングあったので、1点ずつ、取り返そうという気持ちで戦っていました。はい、そして見事に5回6回1点ずつ取って、取り返して逆転してと、いい感じでいって、あともう一歩といったところで7回にもまた追いつかれてしまったと、いうことで7回裏を迎えましたけども、その時の気持ちはいかがでしたか？はい、タイブレイク入る前にやっぱり7回で決めようってチーム全体で話して、全員でこのイニングで決めようって思って入りました。はい、そしてチャンスで回ってきた角野キャプテン、明日ご誕生日ということで皆さんに祝福されながらの本日でしたけれども、めちゃくちゃプレッシャーだったんじゃないでしょうか？いや本当に、今日祝ってもらえるって知らなくて、試合始まる前にたくさんの方にお祝いしていただいて、本当に最高な気持ちで試合に挑むことができました。ありがとうございます。いやもう結果オーライでね、見事に本当にドラマティックな、終わり方をしましたけれども、こんなことあるんだなっていうぐらいでしたけど、そうですね。いや本当になんかこう狙い玉とかあったんですか？本当にもう入ってきたボールを思い切って振ろうって思って入りました。打った瞬間どうでしたか？いやもうよっしゃ行ったと思って、まあ、試合よし勝ったっていう気持ちでした。いや本当良かったですね。今日本当に見事な大応援団でしたけれども、もう本当に掛川の応援がすごいですよね。本当にもう会社の方々も、応援来てくださって、本当に部署の方も来てくださってたので、勝っていいところを見せようっていう思いで挑みました。はいはい、そして JD リーグはまだまだ続いていきますけれども、まあ、明日以降の、戦い方、意気込みお願いできますでしょうか？はい、まだ始まったばかりなんですけど、一戦一戦、NEC らしく戦っていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。はい、チームで何か掛け声とか今年決まったものあるんですか？はい、NEC の強みは粘り強さだと思っているので、ネバネバっていう掛け声で、ヒット打った時と、あとホームラン打った時に、自分たちでポーズ決めて盛り上がってます。それではお願いします。ネバネバポーズ、こうです。はい、おー、はい、ありがとうございました。Thank you.